花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂というね、実は今日ね、金玉のつもりでしたけどもね、急遽お客様、登場していただきました、鈴木司さんです。イエイイエイ。ということはね、司くってことになるね。そうなんですよ。僕どっちになればいいのかなと思って。ホスト、ホストなのかゲストなのかね。じゃあやってみますか。早速。軽くいっちゃう。行きましょう。はい。いや、ラジオバージョンでちょっと短めになりましたけど、ショートバージョン、ジングルっぽくやりました。ということでですね、まあ、はい、おなじみ鈴木司さんですが、まあ、前回もねご紹介いたしましたけどもね、今もう絶賛発売中ということで、風が吹けばというね、この今映像も撮っていますけどもですね、アルバム発表しましたよね、はい、これいつ発売になりましたかね。5月1日ですね。あ、5月1日、令和との幕開けと。あ、そうでしたね、うん、その時にね、一回ご紹介しましたけどもですね、いかがでしょうか、この売れ行きが。いろいろまあまあですね、みんなライブやるとみんな買ってくれるんですね。素晴らしいですよね、あとベースというネット販売もやってますんで。あ、それ僕そういうの知らなかったんです。だからネットで司、風が吹けばってクリックすると、うんうん、もうすぐベースのページが出てきますんで、司もできれば頭文字で TSUKSA で、で風が吹けばをやると、ローマ字のね、うん、はいはい、そうするとすぐボーンとそのベースで出てきますんで。そういう販売の仕方って新しいね。 T シャツとかも結構完売しちゃって、結構それで買ってくれる人多いんですよ。そうなんだ、羨ましい。俺それ知らなかった全然。ベースっていうショップですよね。ネットショップ。あ、そういうことなの。あ、紹介まだだった。ごめんなさい、ごめんなさい、また紹介して喋っちゃった。松下俊美でございます。よろしくお願いします。よろしく。あ、なんか参加したんじゃない。まだ紹介されてないよ。髪の毛はどうしたの。切っちゃった。さっぱりしました。自分じゃないよ、自分じゃなくて。本当、病院で、はい、病院で。夏らしくね、はい、いいんじゃないですか。なんかね、終わりなのにね、夏ね。あ、でもすごい今湿気がすごいじゃない。ベタベタして、うんうん、だからバッサリ行きました、うんうん、あ、なるほどね。俺もバッサリ行きたいけどね、もうあまり怪我がないんだよ。そんなことないか。ということでね、おなじみ、桜田武史。はい、こんにちは、よろしくお願いします。なんかこう妙な感じだよね、今日。妙な感じですね。立ち位置がわからない。立ち位置がどうしようかって。ホストとゲストの中間みたいな。そうですよね。でもこういうのもね、いい。実はね、今日その鈴木司さんがこの後のね、川崎 FM の番組、北郎さんの番組、2時半からね、こちらもね、っていうことでね、じゃあちょっと出てよみたいな。ダブルヘッダーだね。そうなんか、うん、急遽ね、来ていただきました。今日お客さんもね、いらして、ちょっと司さんから紹介、ね、していただけますか。せーの、マリさんとももこさんね。こんにちは、どうも、いつもお世話になっております。なんかね、もう金尾さん、鬼殺し、あと司くんはもう欠かさずこう、あ、ありがとうございます。ブルームードでしたっけ。そうそう、あ、ブルームードもね、来ていただきましてですね、お
うん、あのワインかなんかも ね, ね本当にねあのみんなに出演者のみんなにねいただきましてですね、うん、本当にねいろいろ今日もほらこんな黒潮物語っていうねお土産いただいてですねありがとうございます。なんかお世話になってもう こういうねもらい物でね生活してますありがたい、うん、やっぱそういうねありがたいですよね、なんか遠くからもね、あ、それでね、もう一方ね、今日はあの、これ、かなおさんからぜひ。ただくん、まあ、役所のただくんのね、お母さん、ただきママがね、僕の恋人、どうもどうも、いつもおしゃれでね、ねお母さんはあの素敵なシャツで、ね、ようこそいらっしゃいました。うん、あの、ようこそいらっしゃいました。うん。いやなどうしたのいつもと違う、ね、いつもと違う、うん、あのラジオでうなずいてもね聞こえませんからね、お楽しみいただきたいと思いますね、はい、ということで、今日は、鈴木司さんですけどもですね、はい、まずその風が吹けばのね、うん、あのアルバムの中からこのタイトル曲、ご紹介いたしましょう。風が吹けば置いて行け酒場の隅によくある話さ忘れちまいなよここに捨てて行け涙の訳を過ぎたことさ終わった話さもう恋しくて風が吹けば季節も変わるそのうち涙も乾くだろう風が吹けば時も流れる胸の
はい、イエーイということでですね、風が吹けば、これ鈴木司鈴木、ソロアルバムの中からご紹介いたしました、楽しいよねこれね、楽しいですね。今聴きながらレコーディングのね、これあの裏話をねしてましたけども、苦しかったとか。まあ金城音楽魂っていうのはですね、こうやって動画のキキさんをね、いつも撮っていただいてて、そちらで裏話がいっぱい聴けると思いますのでですね、そうですね。そのダイレクト動画とあとはオンエア音源をね、松下さん、まあ最近、編集していただいてですね、このオンエア音源を、も楽しみいただきたいと思いますけどですね、お話ししながらね、こういう曲をちょっと今かけていただいてますが、はい、皆さん聞こえる？今聞こえないでしょ？俺イヤホンしてたら、あ、そっちは聞こえる、ね、こっちは聞こえる。あ、そうそうそう、 BGM をずっとか流してますのでね、ということでね、今日本日のゲスト、鈴木司さんですけどもですね、はい、まあ、いろんなレコーディングの思い出がありますけどもね、いかがでしたか？やっぱりちょうどですね、去年の7月から始めたんですよ、うん、でライブハウスで撮ってたんで、うん、やっぱライブハウス その空き日でやってたんで、うんうん、月に1日とか2日しかできなくて、うん、だから結局撮り終えたのが1月ぐらいだったんですよ、うんうん、それからこういろいろね、加工とかいろいろあったんですけど、うん、その間にウォッカだとか、うん、アミタメだとか、うんうん、まあ、他にもいたんですけど、うん、僕より後から始めた連中がどんどん CD 化しちゃってて、うん、ちょっと焦りもあったんだけどで4月の14日が僕の誕生日だったんで、うんうんうん、4月に出そうと思ったんだけど、うん、ちょうどほら年度が変わる、うん、令和に変わるという、ね、まあ、その時は令和って分かんなかったんですけど、うんうん、あ、じゃあ5月1日にしちゃえってことで、うんうん、ちょっと逆に余裕を持って送らせて、うんうん、5月1日にしたんですけどね、うんうん、リリースを、うん、なるほどね、で、まあ、またその裏話の中で、うん、桜田君の裏話で、うん、ほら、一昨年要するに骨折したじゃないですか。あ、骨折ね。だから去年の今頃はまだ、うん、回復もね、そうですね、してなかった で、ね、でももうバッチリ彼のギターが入っちゃってて、うん、苦労したという、うん、話は過酷でしたよ結構レコーディングも缶詰状態になるじゃないですか、うん、そう、何時間か聴きっぱなしとかになっちゃうから、うんうんうん、でやっぱもう持久力がないわけですよ、うんうん、もうしばらく腕が肩がね、そうそう、肩がもう折れた後だったので、うんうん、結構ね、過酷でしたね、うん、なるほどねなんでこのタイミングでレコーディングが入るんだろうみたいなその前の年だったらね、うん、もう 120% ぐらい弾けたのにぐらいだったんだけど、ま、いろいろね、レコーディングのなんかそういうね、思えば裏話はありますよね、うん、そう、でも逆になんかこっちも力抜けてよかったのかなみたいなところもあるんだけどね、うん、いやでもあんまりレコーディングに関してはね、その先ほどもちょっと裏話で話しましたけど、もう力ガンガンやるっていうよりもちょっと抜けてる感じの方が飽きないっていうね、そうですね、 CD の場合はね、まあ、ライブの方がいいに決まってるんですけど、そういうのとはまた違うね、ライブの臨場感とかじゃない、そのずっと聞くっていう部分では、うん、そういう方がいいっていうね、うん、話もよく聞きますよ、ね、なんか俺がみたいにね、そうそうそう、ね、だから、うん、僕もね1日で8曲撮ったんだけど、歌はで、それがまあ OK ですっていうことで1回撮り直したのよ、うん、そしたら、いや、かなさん、うん、ちょっと力入りすぎちゃったいや、力入るじゃん、うじゃあ撮るぞっていう感じで、でも軽く8曲撮ったらそれが OK で、だからワンテイクのやつを全部今 CD にしたんですよね、だからあんまり力みすぎると飽きちゃうんだって、うんうん、確かに聴いてて疲れるかもしれないね、まして俺やかましいじゃんいやあれね、聞く側もね結構体力いるからね、ライブだとさ、その時ね限りだから、まあ、そうだ、僕も結構仮歌そのまま生きてるの多いんですよね、結構その方はなんかこう新鮮だったりね、そうそうそうするみたい、だから客観的にね、自分としては物足りないんだけど、客観的にその専門の人が聞くとだからそのエンジニアがもう言ってたもん、いや、そうかもしれないね、最初はもうそれで OK なんですよ、うん、それじゃやめてくださいね、3テイク撮っても結局1テイクのが良かったですよね、良かったりするよね、まあ、いろんなね、思い出がレコーディングがありますけどもですね、ということでね、本日、風が吹けばの鈴木司さんですけども、お便り
あの松下さんの方からご紹介いたしましょう。はい、はい、金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、こんにちは。こんにちは。子供たちは夏休みも終わり、月曜日から2学期スタートかな、うん、もう終わり、あ、そうですね。私はこの夏科学ボランティア活動で子供たちと楽しい時間を過ごしましたよ。科学ボランティアっていうのは、はいろいろ、はい、ほら、科学館とかいろいろあるんですよね。そういうところでボランティアで子供たちに教えたんでしょうね。うん、今日のゲストは鈴木司さん、うん、夏休みの思い出話も聞きたいです。リクエストはスタジオの桜田さんと一緒に司くメロディー、よろしくお願いします。ミカより、ミカちゃん、どこありがとうございます。浅野ミカちゃん、浅野ミカさん、ありがとうございます。ペンネームにしていいのかって書いてない。嘘、ペンネームあるの。まあ、ミカより、あ、まあ、すみません。ミカさんって何人かいらっしゃる。いっぱいいるのよね。匿名希望じゃないでしょ。匿名希望じゃない。ミカより、匿名希望って言ったら絶対本名を言うからな。ミカちゃんはね、科学部門なのね、あの専門部門。そうかそうか、そういうことだね。子供たちが教えてるの。いろんなことを、科学のことをね、あ、そう、それをやってるんで、素晴らしい ね科学って言っただけでちょっとうってなるけど、すごいね、理系なのよ。理系なんで、夏休みの思い出ありますかってよ。そうだね、理系だね、それはね。なんか電車でそんな話したことあった、あるでしょ、帰り道に。司さん、夏休みの思い出ありますか。夏休みの思い出ですか、うん、はい、今年ですか、うん、今年でもいいんじゃないですか。今年はね、桜田とあの長野にちょっと一日ツアーに行って、うんうん、それで結局あのホテルの空調悪かったのかな、夏風邪ひいちゃって、その後1週間寝てました。声出なくなっちゃって、本当乾燥してたのね。俺もね、あの空調ダメなのよ。だから、あの未だにあのエアコンを入れない、うん、まあ、あとはね、夏休みの思い出が言えないまでばっかりです。ないどういうこと聞きたくなる。子供の頃じゃなくて、そう、子供の頃言えない思い出ばっかりです。言えない思い出、そうです。いや、聞きたい。じゃ あのライブで言ってあげてくださいよ。そうですね、ライブ会場で、ね、まあ、生放送でなかなか言えないことがね、うん、ある、その鬱憤をね、ライブで話してるからもう絶対聞けないような話、ライブでガンガンやってるから、うんうん、ラジオではちょっと言いにくい。やっぱやんちゃだったの。やんちゃだっただったんじゃないかな。言えないってことは。まあ、もろもろ、ね、ということ、はい、美香さん、ありがとうございます。美香さんね、他の方いらっしゃいますか。ね、小田原の青木さん、おお、青木さん、金さん、こんにちは。としみさん、桜田さん、キキさん、スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。金尾さん、まずはありがとうございます。うん、どうした。7月2日のブルームードでの音楽ライブ、はい、音楽魂ライブは楽しくて、はい、出演者の方々のライブを聞きに行かせてもらっています。あ、青木さんね、行っていただいててね、ああいうとこでね、あの、うん、今回からですけども、やっぱ音楽魂ライブっていうのはね、あの出演者の方々も含めてね、うん、あのいろんな方にそのまあその集いの場所にしようということね、うん、あので、出演者の方もたくさんいらっしゃるんでね、でそこでまた出会ってね、そうですね、ライブで出演された方のそれぞれライブ行ってるから、あ、ありがとうございます。それが予想外に刺激的です。うん、音楽の、あ、マシケンとかもね、そうそうそう、音楽の専門的なことや、はい、洋楽の歌詞などほとんどわからないのですが、ミュージシャンの方が奏でるリズムやライブのテンポ、うんうん、お客さんのノリや反応、はいはいはい、それぞれに違って毎回、うん、次はどんなムードなのか楽しみです。はいはいはい、お店の雰囲気も、マスターの人柄も、街の佇まいも、うん、駅からの途中の商店街の喧騒も、うんうんうん、これを、初めて都内や横浜で行ったことのない街に出かけることも、うん、愉快です。あ、ありがとうございます。そんなこんなで楽しみながら元気をいただいており、うん、金尾さんにも少しお裾分けをしなくちゃいけないので、はい、そろそろ金尾さんのライブにも顔を出させていただきますね。はい、本当にね、よろしくお願いいたします ね、 ね、あの後で宣伝させていただきますよ。はい、あのいろいろちょっとありますんで ね、まずは今日から、はい、故郷にお帰りのこと、お気をつけて戻ってきてください。うん、そうそう、やっとね、再会を楽しみにしています。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっとね、今日帰れますね。まあたまあ、そのちょっと母が亡くなって、四十九日ということでね、まあ、ラジオもそうでしたし、福島のツアーとかね、いろいろライブとか入っててね、なかなか帰れなくて、うん、やっと今日ね帰れます。帰ってしっかり泣いてきます。泣いた方がいいですよ。そう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 、泣きたいときはもうどこどこもしてたからね俺。あ、うん、でもね、その間のライブっていうのはものすごくね、うん、充実してた。あ、緊張感もきっとね、おふくろはね守ってくれたんだね。うん、だからそう、あばらとかもひび入ってたから、 あそう、怪我したんですか。うん、あばらそのまんま行ってたのよ、ツアーに。それで
おそらくね、そのお知らせがあったかもしれない。母が亡くなる前にその暴れる。なんか熱っぽいってずっとなんか前から言ってました。熱もちょっとあったりしてたんだけど、体調はね、あんま良くなかったんだけども、まあライブずっとこなしながらね、治ってきましたけどもね、でも、やっぱりなんか母がね、守ってくれたような、ね、気がいたします。青木さんどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今日は鈴木司さんですけどもですね、2人のなんかサウンド、あ、リクエスト来てますか。あ、リクエスト来てます。リクエスト、うん、どうでしょう。リクエストいただいてるのは、はいはい、お便り読みますかね。じゃ、はい、ありますか。もう一方、この段取りの悪さ、うん、ぶつけ本番。カナオさん、こんにちは。どちらさん。マリとモモコです。あ、今日はそこにいらっしゃる。トシミさん、こんにちは。いつも素敵な音楽ありがとうございます。はいはい。8月23日、今日の音楽魂のゲストはハーモニカとギターのブルースユニット、うん、つかさ&さくらだの鈴木つかささんですね、うん、ハートマークいっぱいですよ、はい、とても楽しみです。鈴木つかささんへのリクエストありますよ。はい、1番目、はい、Bring it on home to me, to me、はい、トームじゃないね、うん、トゥーミー、うん、あと2番目横浜ホンキートンクブルース、3番目風が吹けばお願いします。生の声で聞きたい。さてさて、もう直にね、今日はいらっしゃいましたからですね、どうしましょうか。ブリングイットもう大好きな曲ばっかりなんですけど、ちょっとブリングイットはちょっと結構大声張り上げないと出ないんで、あ、いいんじゃないですか。じゃあちょっとしっとりと横浜ホンキートンクブルースを。いいですね、横浜ホンキートンクブルース、エリバーサーのね、はい、じゃあ行きますか。はい、ワン、ツー、スリー。
ました。いやいやいや、いかがですか。どうでした。ちょっと最高ですってね、あのね、やっぱりこうあれですか、やっぱエディ・バーンさんとね、あのやられてたり、あのいろいろ、まあ鬼殺しブルースバンドがね、まあメインですけども、和田静雄さんのベイサイドブルースバンドとかね、いろいろありましたけども、やっぱエディさんとやる前からこの歌は、そうですね、もう、うん、あの子供って最初に聞いたのいつだろう、高校生ぐらいの時初めて聞いたのかな、松田優作、はい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 、はい、でもこれこの間も言いましたけど、この CD、このホンキートンクブルースのリードギター、うん、エディバーン、エディバーンさんね、直接あの、お願いして彼あの弾いてもらってるんですけどね、素晴らしいですよね、エディさんもあのこの番組にもね登場いただきましたけどもですね、ほとんど音楽の話しなくて風呂の話ばっかりエディさんお風呂大好きだね、もうでもエディさんと僕最初に会ったのは横浜の銭湯なんだ、銭湯であった、いや銭湯であった、あの横浜の石川町にある銭湯があるんですけど、僕も好きでね行ってて、その時はエディ・バーンさんって分かってたんだけど、うん、声かけられなかったのよ、で そこで何回も会ってたんだけど、その後だから野毛とかの飲み屋で会って飲むようになって、そう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 、でもね、エディさんもね、お元気でね、いていただきたいと思いますけどもですね、ということで、まあ、このアルバムはその すごくなんていうかな、いろんな パターンのね曲がね、あの今流れてるのはおそらく痛風の歌で、これも面白いよね。これはこの曲はあのアルバムは風にちなんだ曲が3曲入ってました、ね、あ、なるほど ね風が吹けば風の記憶、あと痛風メンズ、これも面白いですよね、お便り、まあ、今日なんか続々と来てますが、来てますね、どうしましょうかね、この、長い、いいですよ、なんかご紹介しましょう、ミキさんからね、福岡のね、福岡のミキさん、はい、ありがとう、皆さんこんにちは、真夏日じゃないってだけでなんだか秋の気配まで感じてしまいますね、ね、あ、こっちもさすがに熊ゼミの合唱からつくつく帽子に変わりつつあります、かっこそういえばこの間の放送でカナオさんが、セミの鳴き声をワシワシワシって言ってたのに対し、としみさんと桜田さんはミンミンって言ってたのが、未だにカナオさんには九州が生きてるんだと微笑ましい、九州だとワシワシっていうの、クマゼミとかさ、あ、ワシワシってそういう音に聞こえる、なんとなくこれわかるでしょ、クマゼミってワシ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 って聞こえるじゃない、そしたら耳鳴りだったのよ俺ずっとワシワシ言ってるなとか思ったらさ、絶対なんか耳の中に虫がいるんじゃない、そうそうそう、いや耳の中にいるわけないよねねえ、そんな話をしてましたね、ねえ、あの外国の方もね、今週の、はい、あ、先週のトラメの皆さんもオリジナリティにあふれる素敵な方々でしたね、そうですね、さて今週は司さんですね、お帰りなさい、はい、アルバム風が吹けば最高ですね、ありがとうございます、今朝も犬の散歩の BGM に聴いてました、エンプティードリームみたいな切ないインストも気持ちよいですね、ああなるほどね、一緒にゲットした鬼殺しブルースバンドのアルバムとともに愛聴版になっています、ありがとうございます、ね、あ、そういえば某夫婦ユニットからの情報で、某夫婦ユニット、あの人だ、私はわかる、某夫婦ユニット、もともと司さんはロックンローラーだったとか伺いました、そのあたりの音楽的なルーツも伺いたいです、今回は桜田さんもいらっしゃるし、ツーフーマンブラザーズじゃなかった、司、桜田の演奏も聴けそうで楽しみです、明日明後日のライブも楽しんでください、カナオさんは今日からご帰郷ですね、全くカナオさんは帰ってきた時はスケジュールぎっしりやけんなかなか会えませんもんね、会おうと思ったら会えるよそうでもとりあえず今日は博多泊まる、今日はね、お母様とのお別れなどしっかりされてくださいね、今日はリクエストはないです、こっちも筋トレの BGM に楽しんでいます、今筋トレやってんだよね、体絞ってきてるね、結構大男だからさね、ミキさんありがとうございます、ありがとう、結構スリムになってましたよ、そうそう、なんかやっぱり ね頑張ってください、頑張ってああいう風にやるとねいいかもしれない、はい、
そうか、わしわしって聞こえるんだ。そう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 。ミンミくん、種類が違うんだよ。違うのか。もともと今のね、ミキ君のファックスの中にもありましたけども、もともとロックンロールっていうか、そうで、ん、す、うん、ね、高校だったかもしれない、ね、結構突っ張りだっけっていうかね。でもあれじゃない、あの千穂さんとかのバンドに入ってた頃は、その頃、いやいやいや、もっと先、もっと前、中学とか高校生の、まあ20代前半の時、うん、そう本当、うん、どんなの、パンチパーマでロックンロールやってましたからね。マジでリーゼントを超えてパンチまで行ってたっていう。パンチパーマが伸びてくるとちょうどいいリーゼント。そうかでもね、面白いもんで、あの頃は当然お金なんかないけど、ハーレーが買えるね、年になった頃には今度髪の毛がなくなってるってやつですね。面白い、なるほどね、面白い、帽子になっちゃいますよね。ああ、そうか、そうか。いや、確かにね、ロックンロール族っていうのは博多にもいて、だから R&B、 ディスコで歌ってたりしたんで、そしたらね、別れるんだよね。R&B 歌ってると、そっちの、要するに流行り歌の、要するにナイトフィーバーとか、まあいろんな、ね、歌あったじゃん、その当時の。そしたら、その人たちが来るんだけど、で、ロックンロール族は、そっと弾いてるわけよ。で、ずっとそればっかり歌ってたら、俺んとこポンと来てさ、ロックンローラーが、兄ちゃん、ロックンロールばかけてって言うわけよ。かけてって、まあ、レコードじゃねえんだよ。生身の人間がさ、1日70曲も歌ってんのに、ね、ガーっていなり寿司のとこ握って、頭、ガンガン切り入れてたわけよ、俺。そしたら、バンマスにものすごく怒られてさ、後ろからマイクでガーンってこう頭叩かれたりね、そういう、あれがありましたよね、ロックンロールってね。みんなこういう髪？そう、だから今ね、クレイジーケンとか、まあ、あの辺、ダックテイルスってもともとだったんですけど、あの人たちもみんなビンビンのロックンロールが R&B に行って、もうジェームズ・ブラウンバリバリにやってましたからね。なるほどね。今はクレイジーケンちゃん、ケンさんはもうオリジナルばっかりになってますけど、まあそうだね、もう下地が全部 R&B ですからね。なるほどね。もともとはロックンロール、うん、横浜の雰囲気っていうのまた違うよね。そういうね、人たちのね、感じとか、やっぱどっちかというとブルースロックとか、そういうのもあるんじゃないですか。そうですね、影響がね、でゴールデンカップスの、ね、方たちとかも、やっぱりほとんどその長い髪の少女以外はさ、最初のアルバムとかもカバーだったじゃん。もう長い髪の少女とかあの辺は、ね、仕事ですから、まあ、仕事のね。だからあの当時はポール・バターフィールドのカバーばっかやってましたね。なるほどね。ハーモニカはいないけど、はいはいはい、はい、なるほどね。デーブさんもまたほら声がちょっと突き抜けちゃってたからね。デビローさんね、僕大好きで、でも中学の時福岡にいながら兄がね、そのアルバム持ってて、それずっと聴いてたのよ。で、加部さんはギタリストだから、もうギター見たらベース弾くじゃん。あんなベース弾く人を初めて見たとか思っちゃって、で、加部さん一回ラジオに2回ぐらい来たことあって。あ、そうなんですか。まだ映像撮る前、そしたら、いや俺未だに長い髪の少女ベースあんまりうまく弾けないんだよ。いやね、そういう話もありました。でも塚さん演歌もすごい上手いって。私らしいね、アミちゃんに、アミちゃんに、アミちゃんにカラオケ行くとね、うまいんだよ。のじめさん結局一緒に行ってないじゃん。どこ？カラオケ。あ、行ってない ねまだ行ってないね。いや、松下もカラオケすごいよ。いやいや、そんなことない。松下の曲結構入ってるから、カラオケ。ああ、そうそう、作詞をしたやつ、ね、作詞は自分の入ってる。だから鈴木清美さんの作詞とかもしてるんで。いや、カラオケはこのお二人が上手ですよ。いや、俺カラオケ自分の歌歌ってさ、ね、65だったから、それから絶対からカラオケは行かない。あの点数変だよね、あれね。あれどうやってつけてんでしょうね。だって感情込めて歌うとダメなんだ。いや、フロントで電話したからね。ちょっと待ってして、ちょっとおかしいんだよ、これ俺が作ったんだけどって。ガイドボーカルがいるから、それに沿うと点数。いや、だからハトポッポみたいな感じでね、歌えばいいわけよ。ハトポッポね。そうそう、意外と性格同様みたいなとかね、感じで歌える。フォークソング、民謡とか。癖があると感情込めたらダメです。そうそう。まあそういう感じで、鈴木司さんの ね、ここでね、鈴木司さんのスケジュール聞きましょうか。スケジュールね、はい、まず、鬼殺しブルースバンドで明日ですね、はい、あ、鬼殺しじゃないです、ごめんなさい、ブルーヒートでちょっとこれシカゴブルース専門なんですけど、エイジスっていう
要するに、庄司敦と、安西敦郎で、タコちゃん、うん、あとタコちゃん、まあちょっと流しちゃった、と僕と4人で、シカゴブルースバリバリにやります。あ、そう、それからあと26日は、司さん桜田で、はい、ジョンジョンですね。あ、ジョンジョンね、よろしくお伝えください。僕もこの間、やらせてもらいました。それからあと30日金曜日、鬼殺しブルースバンドでハニービー、大船ですね。あ、30日金曜日ね、それからその次の日、31日、この日はあの桜田、司&桜田で、昼夜、日本立てなんですけど、昼間は長く吉田町の、あ、そこあるね、ちょっとそこ、ああ、今日持ってきて、吉田町中ビアガーデンという、あ、そんなのあるの？これは、ほこ天ですね。あ、7月27日土曜日と、いや、31日です。あ、31日、ごめんなさいね。それに出ます。それとその夜にシルバーバックスの通りですよね。そう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 、あああの辺ね、吉田町ね。そうそうそう、僕らが出るのがこの辺、ムーニーさんとか、あとあの何だっけ、あの辰巳さんも出ますね。ああ、辰巳長瀬さんね。僕らの出番は5時ぐらいからですんで。ああ、そうですか。もしよかったら、これが8月31日土曜日ということになりました。はい、でその夜、南林間のハイダウェイというところ、ハイダウェイね、また司作で、司さんと桜田ね、ハイダウェイ、南林間ですね。はい、という感じですかね。ということでね、すごく精力的にですね、来年まで全部言いましょうか。いや、もうそれ言わなくて、来年まで言ったらもうすぐ終わっちゃう番組。僕がここに出てるうちは司作のスケジュールは言いますので。あ、そうなんですか。ここで宣伝してるからね。ということでね、今日は鈴木司さんですけどもですね、僕もちょっと一つ告知させてください。明日なんですけど、日本大通りポワソンというお店で、ハーモニカの加藤智彦君とか、ドラムの後藤君とかと、ケイティーズというバンドでライブを、ポワソンというお店です。ケイティーズ、ケイティーズっていうのは、多分加藤智幸図じゃないか。そういうこと、智彦図か。そんなの明日、明日やります。はい、ということでね、みんなそれぞれ頑張っていただきたいと思います。カラオヨシロライブ情報っていうのはね、やりますか。僕ね、すごい自分の情報忘れちゃうんで、ここでご紹介しましょう。今月はもうありませんね。9月7日横須賀 YTY、 これ映画館ですね、元映画館、YTY っていうところですね。これは菊田俊介インターナショナルブルースサミット、これゲストで、出させていただきます。これ9月7日横須賀 YTY ですね。ということで、ここの時はね、インドネシアのね、ブルースバンド来ますね。これはね、上はインドネシアで最初にハモリカを吹いた人、ブルースアープ、それで70歳から、この人70歳ね、で下がね16歳というね、幅広い、世代のブルースバンド、これがね来日しますね。で、これはもうメインは菊田俊介さんですけども、それとですね、このサンディ・ソンドロっていうね、この人がね、ジャカルタ出身のシンガーで、この人がもうめちゃくちゃうまい、すごい人がね、もう来日するということでね、これはぜひね、お越しいただきたいと思います。僕はまさかね、この方とね、共演できると思ってます。セリーヌ・ディオンとかパティ・オースティンなど共演してる人ですね。サンディ・ソンド、世界的な歌手、そうですね、素晴らしい。で、台湾からドラマーダフーが来ますね。これね、お楽しみいただきたいと思います。ブルームーダもありますんでね。ブルームーダ2日間ね、9月5日と6日、5日と6日、同じメンバーですね。これは片野敦さんとか、入りますね。ここはブルームーダ、これはね、私はちょっと見に行きます。見に行きます。横須賀だけ参加させていただき、ステージでね、参加させていただきますけども、楽しみですね。突然呼ばれるかもしれませんので、よろしく。あ、本当ですか。ということで、僕のスケジュールはね、そんなにないですが、9月21日南林間ハイダウェイ、これは金城、渡辺武、赤井浩二郎、松尾淳ドラム、松下俊美コーラスということでね。9月28日、これ横浜のゲスモーキー、これ渡辺武、金丸城、松下俊美、投げ銭ですね。で9月29日これふるさと祭り、この南武線久慈駅、ふるさと祭りですね。無料です。駅前のね、広場
これは新聞にチラシとか出ますんでね、それはまたご紹介しましょう。10月16日、これは、中野坂上エイシア、これは、金後ろミーティング、はい、金後ろ石川博成ギター、赤江浩次郎、ベース松尾淳ドラムで、10月21日が赤坂フラットカンティーナ、これはごぼうさんとかね、あのいつものメンバーでやります、はい、お楽しみいただきたいと思います。こんなもんですね、はい、ということで、ちょっとなんかやりますか、やりましょうか、うん、それか俺歌う、うん、なんか歌うか、何しようか、何しようか、全然決めてない。じゃあ風にちなんで、あ、風にちなんで、あ、ありがとう。風にちなんで、父のね、思い出の歌があるんですね。それをしますか、ちょっと。チューニングがこれ440です、ね。今日は丸で。今日は丸で。じゃあ父親のね、思い出の歌、を今日はやりましょう。風の中で立ていきますか、ありがとうございます、と言いながらね、ピック探してんだけどね、どこあるね、はい、行きましょう、はい、いつも通りさ、この街じゃ知らない街になっていた、ときめきはいつでも束の間に消えるもの、
歌って歌わせていただきました。まあいつもやってる曲なんですけども、その人とその人とやっぱ感情が違うね。そうですね、毎回ね、やっぱ違う、ね、毎回やっぱ違いますね。今日もね、一生懸命歌わせていただきました。ということでね、今日鈴木司さんですけども、じゃあ最後にですね、司さんの桜田でバシッと決めますか。短めで、短めでってすごいできるからいいよね。そういうねサイズを。あ、じゃあトレイン行く、トレイン行きますか。トレイン、らしいですけどもですね、今日はね鈴木司さん、ということで今日司さんと桜田になっちゃいましたね。楽しいね時間、あっという間のね1時間でしたけど、皆様いかがでしたでしょうか。どうでした今の九十九里の
最高に楽しかった ね、あの本当にね、遠くからありがとうございました。あの田崎ママもありがとうございました。 ありがとうございます、ね。いや、あの、本当にね、楽しいひとときでした。ママ、息子が来たよ。息子来たの。息子ちょっとすぐ、あっちにすぐ入ってこ、息子ほら、ギリギリな、息子が、息子が来た、まあ、来ましたよ、お母さん、ちょっとどうしますか。あ、ね、最後 ね、ファックスごめんなさいね、松野まっちゃん、あ、まっちゃん、全部読めなくてごめんなさい、はい、ごめん、ツーフブラザーズ、愉快にお願いします、はい、お願いします、ありがとうございました。あ、いい、松野町は本当にありがとうございました。今日田崎君がフラッと来た ね、元気しと心配になったんだなということでし来週にやらない、来週でよ来週でやとか言うたらつまらないわね。いやいや、にぎやかになっちゃった。いいやろね、嬉しいもん、なんかこうやってね、親子がいつも ね、仲良くてね、余計ね、余計悲しい、悲しいもんね、来てくれましたけども ね、本当にあのにぎやかな、ね、番組になりました、また来週もね、あのご紹介しましょう。来週はね、あ、いよいよあの、30日はゲストはいらっしゃる、ああ竹本竹之さん ね、8月30日竹本竹之さんです、ね。またね、ゲストもね、続々と入ってきておりますのでね、またフェイスブックなどでご紹介いたしましょう、はい。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。塚田さんです、はい、桜田竹史と、はい、松下俊美、はい、お相手は金井志郎でした。また来週お会いいたしましょう、はい、See you next time。 ありがとうございました。ありがとうございます。季節は巡り色を変える街、 A river side my hometown、 今また生まれ変わるさ。日は祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思い